CD-RW はデータの消去が可能で書き換えができるコンパクトディスクの一種。リコー、三菱科学、メディア、ソニー、フィリップス、ヒューレット・パッカードの5社によって共同で企画が開発され、1996年10月に企画書オレンジブックパート3として発表された。ドライブおよびメディアの一般販売は1997年から行われた。 記録可能な CD であるという点では、CD-R と似ているが、一度書き込んだら変更が効かない CD-R に対し、CD-RW では全体を消去した上で何度も書き込みができるのが特徴である。CD-R は色素を焼いて記録するのに対し、CD-RW はディスク上の記録素材をレーザーで熱して結晶構造を変えることによって反射率を変化させている。 そのため、反射率が CD-ROM や CD-R に比べて低く、CD-RW の対応を謳っていない機器では読み取れないことも多い。そのためか録音メディアとして使われることは少ない。対応していても CD-RW の構造上、稀に音飛びすることもある。書き換え可能な回数は、理論上、1000回程度とされている。マスタリング目的などで、 CD-R を無駄にしないよう、一旦 CD-RW に書き込んでみて、問題がないかを確認する。パケットライト方式での利用である。CD-R とほぼ何も変わらない。残り容量がなくなっても、全消去して再利用可能という点のみが、CD-R と異なる。CD-R とほぼ何も変わらないが、一定の保存期間のものについては、期間が過ぎた後に廃棄するのではなく、 再利用できるという利点がある。しかし再利用を繰り返した場合におけるバックアップとしての信頼性の兼ね合いがある。マスタリング作業用など、ヘビーローテーション聴取用に編集して記録し、飽きたらメディアは再利用するといった利用法もあるが、音楽 CD プレイヤーでは CD-RW を読めない場合もあり、実用性が低かった。CD-RW は、 ポリカーボネート製基板、誘電体層、藍変化記録層、誘電体層、反射膜層、保護層、レーベル層の順に層で構成される。記録層には藍変化材料状態を可逆的に変化できる材料が使われる。特に相対的に高温からの急冷却によってアモルファスとなり、相対的に低温からの寒冷却によって結晶となるような材料が適用され、 高音レーザーと低音レーザーと使い分けることによって、非結晶、結晶による反射率の相違を形成する。CD-RW への記録方式は、基本的に CD-R と全く同様である。容量を使い切った後または、任意の時点で一括消去しまた最初から記録し直すことができる点のみが異なる。記録速度は1倍速から4倍速。ただし、 ドライブとメディアの対応記録速度による制限がある。記録速度は、ハイスピード対応ドライブとハイスピード専用メディアを使用した場合、4倍速から12倍速。ハイスピード対応ドライブと通常のメディアを使用した場合、1倍速から4倍速。ただし、いずれも、ドライブとメディアが両方対応している最高倍速まで。ハイスピード専用メディアは、 4倍速までのドライブでは読み出しのみ可能。記録速度はウルトラスピード対応ドライブとウルトラスピード専用メディアを使用した場合16倍速から24倍速。ただしドライブとメディアが両方対応している最高倍速まで。記録速度はウルトラスピード対応ドライブとウルトラスピード専用メディアを使用した場合32倍速。 CD Products, Philips 2020年8月8日閲覧ありがとうございます。